動画を見てるみんな、こんにちは。実は私、スターロケットに来てプリキュアたちの秘密を探りに来たんだけど、なんとそこですっごくいいもの見つけちゃったの。私が見つけたのはプリキュアたちのお洋服。キラヤバー。実は私、お洋服大大大好きなの。プリキュアたちのことはちょっと嫌いだけど、でもお洋服は大好き。今日は私、プリキュアたちのお洋服にお着替えしてみるわよ。どのお洋服が似合うのかしら、楽しみね。まずは、キュアスターのお洋服から。このお洋服、ピンク色でとってもキュートよね。お着替えしてみるわ。それ。どうかしら、このお洋服、私に似合ってるかな。なかなか可愛いお洋服じゃない。プリキュアたち、やるわね。次は、キュアソレイユのお洋服を着てみるわ。このお洋服を脱いで、キュアソレイユのお洋服にお着替え。それ。このお洋服もすっごく素敵。オレンジと黄色、それから紫色の組み合わせが、すっごくイケてるわね。気に入っちゃったわ。やるじゃない、プリキュア。このお洋服もいいけど、一番気になっていたのが、キュアミルキーのお洋服。この服、うわー、ふわっふわのスカートいけてる。よし、キュアソレイユの服を脱いで、キュアミルキーのお洋服にお着替え。それ、どうかしら。このお洋服もいいわね。緑色のお洋服。とっても素敵。私にぴったり。このお洋服もなかなかいけてるわ。気に入っちゃった。次は、キュアセレーネのお洋服。キュアミルキーのお洋服を脱いで、おっとといけない。キュアセレーネのお洋服にお着替えするわよ。このお洋服、お星様がいっぱいでとっても可愛いのよね。着てみるわよ。それ。まあ、どうかしら。なんだかすっごく上品な天狗になった気分。お嬢様天狗の気分よ。なかなか可愛い服ね。こういう洋服着たことないけど、意外と似合ってるんじゃないかしら。どうかな？似合ってるかな？最後は新しいプリキュア、キュアコスモのお洋服よ。キュアセレーネの洋服を脱いで。うわぁ、このお洋服カラフルで可愛い。よし、お着替えしてみるわ。それ。まあ素敵。こんな素敵な洋服初めて着たわ。なかなかいいわね。カラフルなスカートも気に入っちゃった。ねえねえ、動画を見てるそこのあなた、私が今日お着替えしたプリキュアのお洋服で、誰のお洋服が一番似合ってると思ったかな？コメント欄に書いて教えてね。キュアスターのお洋服が一番似合っているなと思ったら、コメント欄にキュアスターって書いて教えてね。キュアソレイユのお洋服が一番似合っているなと思ったら、コメント欄にキュアソレイユって書いて教えてね。キュアミルキーのお洋服が一番似合っているなと思ったら、コメント欄にキュアミルキーって書いて教えてね。キュアセレーネのお洋服が一番似合っているなと思ったら、コメント欄にキュアセレーネって書いて教えてね。キュアコスモのお洋服が一番似合っているなと思ったら、コメント欄にキュアコスモって書いて教えてくれると嬉しいな。みんなのコメントお待ちしてるわ。よーし、このお洋服持って帰っちゃえ。およ、なんだかこっちから声がしたような。やばい、キュアミルキー、プリキュアたちの服を着てるところなんて見られちゃったら、ノットレーダーの恥よ。急いで逃げなきゃ。逃げろ。およ。あ、こんなところにみんなのお洋服が脱ぎっぱなしになってるレン。立派なレディーとしてお洋服の脱ぎっぱなしは恥ずかしいレン。片付けなきゃ。よいしょ。よいしょっと。元の場所にお片付けっと。ふぅ、綺麗になった、綺麗になった。みんなもレディーとして服は脱ぎっぱなしにしちゃいけないのよ。
ぎっぱなしにしてるともしかするとお洋服取られちゃうかもしれないるん。ノットレーダーに私たちのお洋服取られちゃったら嫌るんもんね。みんなはお洋服のお片付けちゃんとしようね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバイるん。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。